花王は2020年12月通期の業績予想を発表し、新型肺炎の影響が最大200億円の減収要因になるとの見通しを示しました。売上高は1兆5100億円から1兆5300億円と幅を持たせ、新型肺炎の影響が最大化した場合、200億円下振れるということです。消毒剤を中心とした衛生用品の販売が伸びる一方で、化粧品など中国人観光客の消費が落ち込むとしています。澤田道隆社長は会見で、本当に深刻に捉えている。梅雨の時期には収束すると思うが、しばらくは影響が続くイメージで織り込んだと述べました。